はい、今ニュースでは、日本航空のねオーバーブッキングのニュースをやっていますけども、まあ自分はね、この加藤の N ゲージの221系の増血の医療セット、まあこれ旧製品ですよね。これが、今度ね12月かな、リニューアルのね、やつを買う予定なんだけど、4両編成基本セットね、それにこれを足して6両編成にしようと思っているんですけど、これ頼んで、4047円で、今見るとね、他のお店だと9000円ぐらいから出てるもんで、あ、これはいいなと思って買ったっていうかね、注文したんだけど、これが在庫の割り当てができませんでしたっていうことで、まだ届いていません。で、こういうのってあるからね、あの予約、これからね、あの新発売されるものでね、予約のものはね、あのちょっと足りなかったとかっていうのは分かるんだけど、一応アマゾンのさサイトにこう載っけてるわけじゃんね。でね、これを注文して割り当てができませんでしたっていうのはね、どういうことなんだろうと思ってね。でね、この日航のね、あの日本航空のオーバーブッキングも、まあなんかの手違いでさ、オーバーブッキングとかはしょうがないって、まああっちゃねいけないんだけど、しょうがないと思うんだけど、それならね別の飛行機へとさ、振り替えとかね、あとまあホテルとかさ、そういうのの手配とか、みんな日本航空でしないといけないんじゃないかなと思うんですよね。あのホテルの代金とかね、タクシーの代金とか、そういうのをやってないんだよね、大企業としてはね。そういうのはねすごいね良くないことだと思うね。まあ朝から愚痴っちゃって、まあ、すいませんけどね。一応まあそんな話で、んで朝一応あのトミックスのユニバーサルスイッチっていうのね2つ頼んでおきました。はい、以上です。ありがとう。